皆さんこんにちは、キスケです。本日は1周年、2周年、3周年の目玉キャラクターたちを使っていこうと思います。合体戦士ですね。上3体ってことです。やっていきましょう。いや、4周年どうなんやろな、マジで。まあ流れで言うとやっぱり合体戦士の流れではあるんやけど、もうおらんよね、合体戦士ね。まあウルトラゴジータみたいに、まあそうやって作ればウルトラベジットとかね、まあ可能ではあると思うんやけど、怖っ、むずいよなその辺は。ワンチャンさ、ベジットブルーとか覚醒する可能性あるよね。1周年のベジットが覚醒してるんで、いいよ、いいです。あーマジか。はい、打撃ばっかやな、ベジットブルーのせいやけど。これはマジか、噛み合った。まあでもどっかでさ、その周年で合体戦士ですよっていう波を断ち切らないと、まあ、難しいよねやっぱり。これは落ちないよ、はい、そんななんぼでもね、合体戦士あるもんでもないから。ましてやゴテンクスとか出してもさ、正直盛り上がりに欠けるでしょ、周年とかでゴテンクスで出てきたら。まあそれはちょっとどうなのかなとは思うんですけど。難しいよねその辺は。いやー、ベジットも強くなりましたわ。スーパーベジットも最近あんまり見えへんけどね。必殺技持ってんなこれ。あ、持ってない。はい、ナイス。いい流れ。あー出てくるか、一発目か。はい、あ最悪ミスった、回避入ってないやん。アーマーキャンセルだっていうのは分かっとったんですが、うん、通常か。ビックリマークなし、怖え。そりゃないぜ、あざす。キックガーズ打っちゃうか。くらえ。どんぐらい入るかな、ベジットブルーのキックガーズ今の環境で。おお、あ惜しい、マジかよ、マジかよ、そこ行かないと。いやでも強いな、思った以上に強かったぞ。結構入ったな。まあ4周年が何であれ盛り上がるキャラクターなのは間違いないと思うんでね、ウルトラスーパーベジットであっても、悟空4&ベジータ4であっても盛り上がりはすると思うんで、悟空&フリーザとかね、絶対盛り上がるやん。ただまあここで合体戦士の流れを断ち切るのかどうかっていうのも、まあ、注目したい点ではありますね。こんにちは、さよなら。対戦ありがとうございました。さあマッチングしました、再生パーティー、絶滅寸前のパーティーやん。再生パーティーマジでミンクなったよね。まあ、しょうがないか、いいひんもんなキャラクターが。なんか再生パーティーがブイブイ言わしとったん、めちゃくちゃ懐かしいわ。でも緑ピッコロ入ってるやん。懐かしい。おい、久々に戦いたくなってきたな。どんなもんなんや。一応環境を取ったキャラクターではあるんですよね。イラストとあれが逆なんじゃないかっていうあれもあるけど。
イラストではターバン巻いてるけどね。若干のラグ、はい、いいね、キャラチェンしまくるね。有利属性で受けないと気が済まない勢かな。ツーバー吐くな。あざす。射撃キャンセルせえへんから全部入るわ。マジでいいです。いい、はい、お、有利属性を崩してきたのか。なぜだ。最速つえ。やっぱ初期ピッコロ弱いな。ヒョロヒョロやん。うん、マジかよ、今度ずらしてくんのか。あ、やべ、地味に長引きそうやで。マジで残念。さすがに落ちるよね。OK。まあ、やっぱ振り属性で受けられちゃうとダメージの通り悪いな。まあ、悪くもないか。覚醒ランク7に対してこれだけ軽く出せれればまあ悪くはないね。 OK、 体力半分。久々に戦ってみたかったピッコロが一瞬で死んじゃった。あ、まだ変身してなかったんか。まだ変身してなかったか。あざーす。捕まえた。はい、まあライジングでいいかな。再生パーティーっていつ消えたんやったっけ。誰を最後に消えたんだ。まあ、覚醒魔人ブーって今どうなんやろね。緑のやつ一応交代禁止はまだまだ刺さるとは思うんやけど、やっぱ火力が厳しいと思うんだよな。中距離射撃、中距離射撃、いやうまい。レジェンダリーフィニッシュ。4周年前にレジェンダリーフィニッシュ見れて満足です。レジットブル結構ね、その4周年の予想してる人は身勝手来るんじゃないかって予想してるんですよね。身勝手が一番多い、うん、ただ身勝手に期待しすぎるとなんか拍子抜け食らうかもしれんよ。さあマッチングしました。キアカ染め対戦お願いします。まあベジットブルーでよいしょよいしょしちゃいますか。あの無料トランクスって普通に強いよね。思ったより普通に戦えるんだよな。プラスなんか PVP で勝利ボーナスみたいなついてると思うんで下がって、はい、あざす。このまま火力稼いじゃいます。意外と硬い。いやベジットブルーの火力がないのかな。どっちやろ。これはベジットブルーの火力がないね、おそらく。いやーこの特殊アーツはゴジータ4で使おうかな。手札上げでドラゴンボール。もうメイン切ってくんのか。あ2個あんねやったら使っちゃう。攻めれないタイプ。ビビってんけおめえ。攻めたくないタイプですか。自分から攻める喜びっていうやつをね確立しないと。ライジングボール集まらないよ。
まあでも街が強いキャラクターが多いんだよな、結局。17号、18号もさ、遠距離で特殊圧合わせて、特殊カオチン向こうで殴るのがやっぱり強いし、ウルトラ海洋剣ブルーとかもね、ガン待ちして、回避使って、手札破棄して、みたいな、不利な状況に持っていくっていうのがやっぱ強いから。あれ？回避入ってない。マジかよ。最悪。これが強いのよ。ライジング来そうやな。あ、来ないか。打撃圧ばっかな。ちょっとこれやばいぞ。相手攻めない。あー、射撃ナイス。ただ打撃圧振っていく。うん、いやー、ようやくマジかよ、ここで外すんかい。これワンチャン大変。大変そうやな。一体落ちてるけど、あーでも厳しいか。耐える、ナイス、素晴らしい。あとは、お、いやーそうか、待機カウント回ってないんだよな。まあでも待機カウント稼ぐ仕事っていうのはマジでベジットブルー優秀やから、その辺は大丈夫やね。で、こうして、いやーこれ究極圧火力出ないんで放置コンボ補正がっつり乗ってるんで。マジかよ、すげえ戦いづらいな、よくわからん。え、早くね。さあこれでようやくラストか。なんか長引いたな、硬直状態が結構続いたからしょうがないけどね。さあラスト入る。無理やりバニシング奪ってこれで勝ちやね。あ、ドラゴンボール取られた最悪なんてこったい。なんで、いい火力、悪くないよ。でこれでコンボつないで、ゴジータ4の究極圧で勝ちかな、はい、いや究極圧打たんでいいや、これで勝ち。 OK、 対戦ありがとうございました。どうやらおめえは天にも見放されたみてえだな。